皆様、こんにちは、テクノアイです。今回の番組では、バ a m を使用して静止画を作成し、ステイブルディフュージョンで写真画質化しましたので、ご紹介します。具体的には、バ a m で同じモデルを使用して複数のポーズで静止画を作成し、ステイブルディフュージョンで写真画質にし、さらに服を変更しました。3DCG と画像生成 AI では、 それぞれ得意とする分野が違いますので、今回の番組ではそれぞれの得意とする分野を組み合わせることで、高品質の画像生成を目指します。この表は、私の個人的な見解をもとに作成しました。最近では、生成 AI でも動画を作成できるようになりましたが、現時点では数秒程度の動画しか作れず、動きのパターンも限定されています。動画については、 ほぼ無制限に動かせる 3DCG の方に軍配が上がります。静止画については、一般的な 3DCG の質は、かなり向上してきており、本物と見曲がうレベルに達していますが、ガムについては、生成 AI の方に軍配が上がると思います。一方で、生成 AI では、同じ顔のモデルが出てこないことが多く、ガチャを引いているみたいだとも言われています。また、指や文字、 アクセサリーなど細かい部分の描画がおかしくなる、思い通りのポーズが取れないなどの欠点もあります。衣服については、3DCG で作るのは難しく、多くの人は有料もしくは無料で提供されているものを利用する必要があります。企画して、生成 AI では衣服だけをインペインとすることができますので容易に変更できます。今回の番組では、それぞれの得意とする分野を利用し、 3DCG で同じモデルで複数のポーズを取り、生成 AI で写真が質化して、さらにインペイントで服を修正します。それでは、実際に、やってみましょう。v a m を起動し、キーボードで T キーを押します。稼働可能な関節に緑色の四角いマークがあります。今回の番組では、左手でピースのポーズを作りますので、左手の四角いマークをクリックします。 ポジションとローテーションがオンになっていますが、固定を解除するためオフにします。左肘もオフにします。左腕もオフにします。重力に従って腕がだらりと垂れ下がれば OK です。左腕をオンに戻します。左肘をオンに戻します。 左手をオンに戻します。左手をクリックすると、ギズモという球体が現れます。矢印や円をドラッグして、移動や回転させます。左手を上に上げます。左肘が変形していますので、元に戻すため、オフにして固定を解除します。オンに戻します。 左手の位置を調整します。左手を回転させて、手のひらを前に向けます。 左肘と左手の位置を修正します。 右腕と右肘、右手をオフにして下にだらりと垂れ下げます。次に指の調整をしてピースサインを作ります。 キーボードの N キーを押して、パーソンの編集メニューを表示します。左メニューのフィーメールモーフスをクリックし、カテゴリーの下の方にある、ポーズ、ハンズ、レフト、フィンガーズを選択します。 小指を曲げます。薬指を曲げます。親指を曲げます。指の間隔を分ければピースサインの出来上がりです。 ついでに顔の表情を変更します。顔の表情はポーズ、ヘッド、エクスプレッションズで変更します。2ページ目のスマイルフルフェイスとスマイルオープンフルフェイスで笑顔を作ります。 頭を少し傾けて、右手の角度を修正すれば完成です。いかがだったでしょうかバムでポーズをつけるのは、慣れるまでは少し難しいと感じるかもしれません。 でも大丈夫です。バムでは、他の人が作成したポーズを簡単に利用することができます。今回の番組では、モンスター深海様が作成したポーズをお借りしています。バムハブからダウンロードしたポーズは、バムアップでイタ直下のアトーンパッケージ図に保存します。バムハブの URL は、動画化の概要欄に記載しておきます。なお、 バムハブには一部に成人向けコンテンツが含まれていますので未成年者は成人になってから使用しましょう。それでは実際にやってみましょう。バムを起動したら編集メニューのポーズプリセットをクリックします。セレクトエグジスティングをクリックします。ポーズが表示されていない場合はオールフラテンドをクリックします。 ポーズをクリックするとモデルに適用されます。とても可愛らしいポーズがたくさんあります。無料でご提供いただき、モンスター深海様に大変感謝です。なお、後で合成しやすいように背景はグリーンバックにしています。背景の合成方法については別の番組でご紹介していますので、ご参照ください。 いかがだったでしょうかバムでポーズ画像が作成できましたので、OBS Studio や Paint.net などのソフトで背景を合成しておきます。次に画像生成 AI で画像を写真が出荷し、インペイントで衣服を変更します。今回の番組では、Stable Diffusion Web UI 4 g を使用します。それでは、実際にやってみましょう。 ステイブルディフュージョンを起動します。今回の番組では、チェックポイントにブルーベリーミックスを使用しています。ブルーベリーミックスは、アジア系の美少女がたくさん出現します。イメージ2イメージタブを選択します。プロンプトは画質に関係する、ベストクオリティ、マスターピース、ウルトラハイレス、ことリアリスティックスを指定しました。特に、 ことリアリスティックスの写真画質化するので強めに指定しました。ネガティブプロンプトも画質に関係する。ワースクオリティ、ロークオリティを少し強めに指定しました。バムで作成したポーズ画像をドロップしています。指が5本の画像を選びました。ビサイズモードはビサイズフィルを選択。 解像度は元の画像と同じディノイジングストレングスは0.35を押してここがポイントです0.4以上だと別人になりますので0.35前後がおすすめですサンプリングメソッドは DPM++ に M ャラスがおすすめですそれでは 実行します。私の非力のパソコンでは時間がかかっていますので10倍速で再生します新しい画像ができましたあまり変わってないようにも見えますが拡大すると写真画質になっています 指も5本あります。次に、衣服を変更します。ペイントのアイコンをクリックすると、現在の画像がインペイントに転送されます。 衣服の部分をマスクします。幼い頃にやった塗り絵と同じです。皆様は塗り絵、お得意でしたでしょうか少しはみ出ても大丈夫です。マスクモードはリンペイントマスクドにします。 マスクドコンテンツはオリジナルにします。インテイントエリアはオンリーマスクドにします。解像度は元の画像と同じ。ディノイジングストレングスは0.7をして、先ほどとは逆に今度は塗り替えたいので、強くします。 衣装をドレスに変更します。実行します。私の非力のパソコンでは時間がかかっていますので、10倍速で再生します。衣服がワンピースからドレスに変わっています。 その他は変わっていません。指も5本あります。いかがだったでしょうかバムで同じモデルの複数のポーズ画像を作成し、ステイブルディフュージョンで写真が出荷できました。また、衣装も変更できました。バムと AI を組み合わせれば、大概のやりたいことは実現可能だと思います。次回以降、 人工音声を作成する方法、フェイシャルキャプチャする方法、動画編集、AI の活用方法など、超簡単に実現できる方法についてご紹介する番組を作成する予定ですので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。最後に、写真が出荷した画像のスライドショーをご確認願います。それでは皆様、ごきげんよう。 When the morning